ロそろというわけで、成功の攻撃者です。今回もザラクス3使ってきたので、実況していきたいと思います。さて、組み合わせしました、まあ、修正された、ウィングゼロと、まあ、パフェスト、ケンパーが組んで、こっちはパフェストですね。さあ、前サブか。さあ、ケンパー突っ込んでくる。さあ、特殊掴んで、とりあえずオーバーヒなんで、まあ、出し切って。時間稼ぎ。さあ、こっちに出ますと。まあ、ジンセルフとしては、ケンパーに行きたくない。ただ、こっちからしたらリングゼロが嫌だっていう。さあ、どっちも嫌だな。さあ、さあ、ケンパーが落ちた、もう。早い。ハイトポンプとイヤーズ置いときましょうって言ったら、格闘ジャーニーぶち込まれて、ウィングゼロが落ちる。さあ、甘い着地のところに、サバ当たってダウンした。さあ、ピースト突っ込んでいく。ジセルか。さあ、特殊、しかし、覚醒入って、さあ、ウィングゼロ追ってきます。さあ、これが強い。しかし、相手が出たんまで。さあ、この後からイヤマンファイティング。さあ、しかし、さあ、翌日から上がって、覚醒技で落ち切る。まあ、ウィングゼロはいい修正もらったと思うんですけどね。まあ、変形サブの強化がかなりでかいとは思いますけど。さて、続いての試合行きましょう。さあ、続いては、大問題児の配入が相手に来て、まあ、弱くなったダークハンド。まだ修正もらったらいいんですよね、これ。で、サバーニャが組んだ。と組んだ。さあ、これが強い。さあ、出し切って、まあ、逃げますと。さあ、ハイパーランチョンに組んでくる。まあ、これ、さあ、サブアドと美味しい。ダークハンドっていうより、どちらかというと X バンク、すごい悲しいなっていうのはありますね。ゼノンはやっと修正もらって、まあ、良くなったっていうのはあるんですけど。さあ、掴んで、さあ、射撃発生。さあ、これだけでも相当痛いダメージ。さあ、横サブ当たって、排入いいダメージ入って、さあ、こっち覚醒入って。さあ、覚醒技入って、無理やり覚醒剥がした。さあ、この後から、いやー、まあ、サバーニャ守りたいので、こっちは、突っ込んで、さあ、当たらない。さあ、覚醒入ったけど、ダークハンド落ちて、もうこの後から、いや、ダークハンド降ります。さあ、ブーカク、掴んで、さあ、掴んで、そうこうしてる間に、配入、サバーニャが配入落として終了。多分、どっちにしても、どっちも落ちたんじゃないのかなっていう感じですけど。さて、続いての試合行きましょう。続いての試合ですけど、さあ、今度配入と組んだ。で、相手がサバーニャ。で、あと、ジョニーザクですね。まあ、配入なんで、まあ、闇打ち気味でっていう感じで。あとは、まあ、前、こっちも、まあ、基本前に出ながらって感じで。さあ、突撃していく。さあ、ジョニーザクに突っ込んでいく。さあ、掴んで、さらにスーパーマで、さあ、掴み投げしたかったけど、うまい。さあ、N カップ出し切って、さあ、サバーニャを二人で追っていく。さあ、サブなかった。しかし、ハイパーランチャーでいいダメージ。で、浮き上がりのところに、バック、チャージちょっとぶつけて。さあ、サバーニャを落ちて、ジョニーザクは逃げていく。さあ、サブ当たったんで、こっちはよ、N サブ当てて、あとはサバーニャ。さあ、ハイパーランチャー刺さる。これが痛い。
さあ、体力調整のために逃げます。まあ、サバニャやっていく感じ。さあ、灰に落ちて、こっちも覚醒溜まったんで、まあ、追っていきたい。さあ、ファイティング。さあ、落ち、しないやつ。さあ、ジョニーザク追って、さあ、N 角、さあ、前角まで。しかし、サバーニャが、ハイニューがサバーニャを、の体力をボコボコにして、間に、していくので、さあ、落ちて、さあ、これが強い。強化状態の風格は、見えないっていうのは、ありますけど。さて、今回の動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。